ボクサンヒロシ、ボクサン・コ高、パクチャンホ、韓国語、1973年7月28日隊は、大韓民国中世南道高州市出身の元プロ、野球選手、投手、韓国人初のメジャーリーガーである。高校時代はトーナメントで MVP を獲得するなど、活躍した。大学生として臨んだ百九十三年のアジア野球選手権大会では、 韓国代表に選出され、チームの銀メダルに貢献した。また、同年のユニバーシアードでもチームを銀メダルに導いた。関陽大学校の2年生だった1994年に、ロサンゼルスドジャースと契約、大学を中退して渡米した。4月8日にアトランタブレーブス戦で、リリーフとして登板し、1イニングを投げて、メジャーデビューを果たした。その後、シーズンのほとんどを、 AAA で先発として過ごした。がトリプル A 級アルバカーキでは22試合に先発し6勝7敗、防御率4.91、ホイップ1.53を喫するが、脱三振率8.26を記録し、ドジャースで来年最も期待できる選手に選ばれた。シーズン終盤の10月1日には、サンディエゴパドレス戦でメジャー初先発を果たした。 2はリリーフと谷間の先発要因として本格的にメジャーに定着した。メジャー初勝利及び初先発勝利を含む5勝を挙げてアクティブロースターに定着。この年のディビジョンシリーズでは出場者ロースターに登録されたが、投手陣で唯一出場のチャンスに恵まれなかった。は、開幕から先発5番手としてローテーションに定着、自身初の2桁となる14勝を挙げ、 野茂秀夫とともに、チームの最多勝投手になる。も15勝を挙げ、バンコクアジア大会では、韓国代表として、出場、決勝の日本戦で、関東勝利資金メダルの獲得に貢献。兵役免除を手にしている。1997年から2年連続10勝以上を挙げて、先発ローテーション投手として定着した。2は不振に陥り、 不安定な投球で13勝を挙げるも、防御率が5点台と悪化。この年の4月23日のカージナルス戦で、フェルナンド・タティスに1イニングで2度の満塁本塁打を打たれる、メジャー唯一の木を達成させてしまった。2は、初カンプを含めた、リーグ5位の18勝10敗、同6位の防御率3.27、ホイップ1.31、同2位の奪三振を挙げる。しかし、 同僚のケビン・ブラウンが防御率2.58という大活躍で、ランディ・ジョンソンの三冠をダッシュを阻止し、シーズンオフのサイヤング賞を決める記者投票では無得点だった。は、故障で出遅れたケビン・ブラウンに代わって、開幕投手となり、7回無失点の高投でチームの勝利を導いた。この年はシアトルで開かれたオールスターに選出され、 ナリーグの2番手として登板。退治した打者は引退表明をした、カル・リップケン・ジュニアだった。リップケンに先制の本塁打を打たれて、敗戦投手になり、リップケンは MVP を受賞。9月には、パシフィック・ベル・パーク、現、オラクル・パークでのサンフランシスコ・ジャイアンツ戦で、バリー・ボンズに、マーク・マグワイアが持っていたシーズン最多本塁打の、記録を更新する7号本塁打を打たれた。 この試合ではボンズに2打席連続本塁打を打たれ72号も、健常している。このようにメモリアルアーチを連発して健常したために、ボンズのハンク・アーロン越へとなる756号を圧迫、相手に到達するという予測をされたことすらある。最終的には、キャリア最高となる234イニングを投げ、脱三進数でも前年を1個上回る218を記録した。2001年まで、 大きな故障もなく5年連続10勝の安定した成績を上げ、FA 権を取得した2002年には代理人のスコット、ボラスの手腕も手伝って5年間6500万ドルという破格の契約を結び、テキサスレンジャーズに移籍。当時攻撃的な投資でチームの巻き返しを図ったレンジャーズのエースとしての役割を期待された。オープン戦の初試合で、 右大体の肉離れを起こして降板。治療とトレーニングを並行するも完治には至らなかったまま、痛みを押して開幕戦に出場を強行して、期待に応えようとした。だが、これが裏目に出て、肉離れが再発。早期降板の上、自身初の故障者リスト登録を余儀なくされる。ここから、高額の年俸にふさわしい活躍を見せるべきという、重圧から焦りが出て、 レンジャーズ時代は故障の感知の確証のないまま、復帰しては故障の再発で故障者リスト入りを繰り返した。1年目こそ9勝8敗と、それなりの成績を残すものの、その後は、ドジャース時代から発症していた腰痛を悪化させてしまうなど故障に悩まされ、稀に調子のいい時には、ヤンキースやレッドソックスなど高チーム相手に高騰を見せたりもする反面、 デビルレイズやロイヤルズといった弱小チームにも滅多打ちされる不安定な投球が続き、ワ勝ッシは4勝と不本意なシーズンを過ごした。この不安定な投球のため、GM から獲得は失敗だったと宣言されるなど、チームの首脳人との確執を見せたりもした。2は復調の兆しを見せる。テキサスの強力な打線にも助けられて、先発後番手として、 そこそこの成績を上げるが7月にテキサスが年俸差額700万ドルを補填することを条件にサンディエゴ・パドスにトレードをされる。トレード後はペドロ・マルティネスとの直接対決で勝つなどこの頃覚えたツーシームが走った時は稀に素晴らしいピッチングを見せることもあるものの基本的に安定感を欠く投球を繰り返してシーズン終了前には 先発から外され中継ぎに降格となった。サンディエゴはポストシーズンに進んだものの、パクはプレーオフ出場者のロースターから外れた。結局、12勝8敗と勝ち星だけは稼いだものの、防御率は5.74と10勝以上の投手中最低という成績に終わった。このシーズンオフに結婚し、ソウルで行われた披露宴ではドジャース時代の銅である。 野も秀夫も出席した。は、WBC に出場し、大会最多セーブを挙げ、優秀選手に選出された。この年の開幕時には、フォックススポーツの選定する、年俸面で過大評価されすぎている選手の1位に、選ばれ、メジャー史上最悪の契約などとコメントされた。このランキング以外にも、僕は、レンジャーズ移籍後はこの類のリストの常連であり、カール・パバーの、 ダレンドライフォートと共に、最悪契約の電動入り選手とされたり、年俸泥棒の守護成人などと酷評された。7月末までに7勝7敗の成績を挙げたが、超出血で故障者リストに入った。ポストシーズンにはロースターに登録され、ポストシーズン初登板となった初戦の敗戦処理を難なくこなした。オフには2度目のフリーエージェント資格を獲得したが、テキサスとの5年契約は、 スポーツイラストレーテッドでは、メジャーリーグ史上でも指売りの FA 契約失敗例、ヤフースポーツの2000年代10年間の最悪契約トップ10では4位として挙げられるほどの結果、5年間で先発登板98回、33勝33敗に終わり、かつ、負傷履歴や9位低下による成績不振などの陰で評価が下がり、契約先が見つからなかった。 キャンプ入り直前の2月8日、前年に比べ大幅に低い年俸60万ドルで、ニューヨークメッツと1年契約。しかし、スプリングトレーニングで先発としては不安の残るピッチングを繰り返したため、中継ぎに回るかマイナーに落ちるかの選択を迫られ、開幕をマイナーで迎えた。怪我人が続出して、先発投手が不足した際の4月30日にロースターに登録され、 その日のフロリダ・マーリンズ戦に先発するも4回7、失点で降板。3日後の5月3日には、ウェーバー工事にかけられて、再度のマイナー降格。マイナーでも、不安定な投球を繰り返したため6月3日、所属していた、トリプル A 級ニューオーリンズから放出され、10日に、正式に解雇となった、ゼファーズ時代の成績は9試合4勝4敗、防御率5.57。 その後、6月12日にヒューストン・アストロズとマイナー契約を結び、アストロズ参加の AAA 級ラウンドロックに所属し、そのままメジャー昇格することなくシーズンを終えた。ラウンドロックでは15試合で2勝11敗、防御率6.51、ホイップ1.48だった。シーズン直後には、北京オリンピックアジア予選に出場した。は古巣である。 ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加。オリンピック世界最終予選にはキャンプを優先して参加しなかった。開幕直前に40人枠から漏れ、マイナーで開幕を迎えた。開幕投手に予定されていたが、寸前にドジャースのロースター調整でメジャーに昇格。4月8日のアリゾナダイヤモンドバックス戦にリリーフで登板した。 当初は敗戦処理中心であったが、ロングリリーフ、ミドルリリーフ、谷間の先発をもこなす貴重な存在として、シーズンを置く。7月中旬に、斉藤隆が不傷離脱したチーム事情から、セットアップマンを務めるようになったあたりで調子を崩し、防御率は中継ぎとしては物足りない3点台半ばで、あったものの、キャリア初のセーブホールドを上げるなどチームの西地区優勝に貢献した。 は、フィラデルフィア・フィリーズと年俸250万ドルの1年契約を結ぶ。2009年1月、WBC への出場自体と、韓国代表からの引退を発表した。開幕前には来日して、トサン・ベアーズや SKY ・バーンズの春季キャンプに数日間参加。中継ぎとしての起用が見込まれていたが、プレシーズンゲームで高騰を続けたこともあて、先発5番手のザを手にして、 開幕を迎えた。しかし、シーズン突入後は7回の先発機会で1勝1敗、防御率7.29、ホイップ1.74と結果を残すことができなかった。フィラデルフィアの好調な打線に救われて負けこそ、つかなかったものの、5月半ばに1回1、3で5失点越されたのを定期に、j a ハップに先発の座を奪われ、ブルペン要因となった。中継ぎとしては、 防御率2.52ホイップ1.18ホールド13という成績を残した。わずかではあるが打席にも立ち、ナリーグに戻ってからの5年で初めてのホームランを打った。中継ぎの弱いフィラデルフィアにおいてロングリリーフを任せられる貴重な戦力としてリーグ優勝に貢献した。しかし、9月半ばにハムストリングを痛め、さらにリハビリ登板中に故障を再発させてそのままシーズンを終え、 チームはポストシーズンに進出したが、ディビジョンシリーズのロースター登録からは外された。リーグチャンピオンシップで復帰し、生涯で初めてのワールドシリーズでの登板を果たした。オフにはチームがパクに対する年俸調停権を破き、年末に中継ぎ1000人として300万ドルのオファーを出したものの、先発挑戦を諦めきれなかったパクは、 それ以上の年俸と先発への挑戦ができる条件を待った。300万ドルを上回るオファーや先発としてのオファーは来ることなく2月22日にニューヨークヤンキースと単年120万ドルで契約。前年と同じく開幕前には来日して、トサンベアーズや SKY バーンズの春季キャンプに数日間参加した。 7月までに防御率は5点台半ばと満足な成績を残せずトレード期限寸前となる7月末にチームがケリーウッドを獲得したことに伴い戦力外通告を受けてウェーバー工事されピッツバーグパイレーツに移籍中継ぎとして防御率3.49ホイップ1.13という成績を残した10月1日のフロリダ・マーリンズ戦でメジャー通算124勝目を挙げ のモ・ヒデオの123勝を超えて、メジャーリーグにおける、アジア人最多勝6を作った。12月20日、オリックスバファローズが獲得を表明した。背番号は61、3月22日登録名を、ボクサンコから、ボクサンコに変更した。先発ローテーションの一角として期待されたが7試合登板で1勝、5敗、しか挙げられず。 交流戦中である5月29日の中日戦を最後に登録抹消され、以降一軍昇格することなく10月24日に戦力外通告受けてシーズンを終えた。日本での選手生活がうまくいかなかったこともあって、2011年夏から韓国プロ野球でのプレーを希望する発言を繰り返していたものの、韓国野球委員会の定めた海外進出選手の規定。 新人ドラフ会議で指名されず、韓国のプロ球団に所属したことのない、韓国国籍の選手が海外の球団と契約し、その後海外の球団を退団しても、韓国のプロ球団に入る場合は原則として、新人ドラフト会議での指名受けなくてはならないに、抵職するため、その要望が認められるかどうか議論されていた。結局2011年12月13日、 韓国野球委員会の理事会で、これまでの国際大会での活躍や韓国野球界の地位向上を尽くしてきた功労により、ボクさん、ヒロシのための特別法が認可され、は、韓国のプロ球団に所属できるようになった。韓国での所属先は、故郷の甲州に近い太田を本拠地とする、ハンファイーグルスとなり、2011年12月19日契約が合意に達した。 2012年の連邦は、規定による最低額の2400万ウォンとなったが、本人の意思により、最大6億ウォンを野球発展のために寄付することとなった。2012年は先発として起用されたが5勝10敗、防御率5.06と負け越し、特に終盤の連敗に終わり力の衰えは、顕著だった。同年11月末、現役引退を表明した。 2012年11月30日、ソウルで開かれた現役引退記者会見で引退後アメリカでスポーツビジネスなどを学ぶことを明らかにした。2013年3月、第3回 WBC のテレビ中継の解説を担当した。2014年7月18日、公衆ケアチャンピオンズフィールドでの韓国プロ野球オールスター戦で引退セレモニーが実施された。 2015年1月18日、アメリカのプロ野球スカウト財団は、ボクサンヒロシと、ノモヒデオに、先駆者賞を授与し、大リーグの国際化に果たした功績を称えた。度重なる故障に見舞われたレンジャース時代までは、最速100メートル PH、約時速161キロメートルの、フォーシームを中心に投球を組み立て、韓国メディアからは、コリアンエクスプレスと呼ばれる。 速球派だったが、2005年にはより、サイドハンド気味のスリークウォーターから投げる90メートル PH、約時速145キロメートル前後のシュート変化を、する、ツーシームとスライダー、カーブ、チェンジアップを中心に、両サイドをつく、技巧派となった。全般的にコントロールに難があり、メジャー通算での良し休率は4.11。2001年と2002年には、 リーグをまたいで2年連続での最多予試球を記録した。2010年には同僚のマリアノ・リベラの握りを参考にしてカットボールを投げるようになった。典型的なフライボールピッチャーである。レンジャーズの本拠地、グローブライフパークイン・アーリントンはメジャーでも屈指のヒッターズパークかつ左打者有利であり、ドジャース時代1位以下だった HR。 旧が2004年には2.07と倍以上になるなど最後までフィットできなかった。そのことがレンジャーズへの移籍が成功しなかった最大の問題として現地メディアで取り上げられた。打者を打ち取るために最も重要なこととしてコミュニケーションを上げている。オリックスとの契約直後、球団に試合映像を送るよう求めた際には対戦打者の研究をするという以上に自分がどんな 選手たちとプレーするのかを知ることを目的として試合映像を求めたという。マイナー時代から多少気性の荒いところもあり、1999年に相手投手のキムベルチャーが方のバントを処理して一塁線上でタッチしたところに飛び蹴りを放ち、7試合の出場停止処分を受けたこともあった。韓国メディアからは、 日本人との対決姿勢を煽られることもあったが、日本の野球や選手に対しては、友好的で敬意を込めた発言をすることで知られ、レンジャース時代には、マリナーズとの対戦の際に休術やフォークボールについて、佐々木和弘にアドバイスを求め、ドジャース時代には、黒田弘樹に、たびたび、アドバイスを送るなど、日本人選手との交流もあった。 2006年のワールドベースボールクラシックで日本に敗れた際には、韓国国内で決勝に進むのにふさわしいのは日本ではなく、韓国だとの論調が広まったが、残念というより、韓国野球の力を世界にアピールした点で大きな意義を持つと思う。今回の大会に心残りはない。できれば、大塚、秋ノや一郎など親しい選手の多い日本が頂点に立ってくれると思う。 彼らは、私と国籍は違うが、トップになるため同じ道を歩んでいる選手たちだとコメントし、日本の優勝が決まった時には、日本に負けた時は確かに悔しかった。だけど、それよりも私には大きな意味があった。私は日本に優勝して欲しかった。韓国はできなかったからね。アジアのためにも、日本の優勝はとても嬉しいと語った。2011年に起こった。 東日本大震災に際しては震災5日後に義援金1、0園を寄付した。日本海故障問題に関しては2012年に日本海を東海に名称を変更させるための署名をホワイトハウス HP へ行うようカカオトークなどで呼びかけた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。